りを手に64。はい、皆さんどうも、ミツサローです。今回からマリオテニス64の実況プレイを始めていきたいなと思います。ですね、前回マリオテニス GB の実況をしてた時に、育てたキャラを64の方に移動させてプレイしてほしいというですねリクエストが来てたので、今回やっていきたいなと思います。というわけなんですが、初手謝罪安定ということなんですが、64GB パック発掘したんですけど、ちょっと壊れてまして送ることができなかったんですね。で、ただちょっと画面見ていただければわかるんですけど、以前送ってたキャラがいます。で、その中でこのウィンズっていう女の子がいるんですけど、これ多分過去に自分が作ったやつで、マリオテニス GB の時実況した時一番右の章にいた女の子なんですね。で、まあ今回はこいつを使ってトーナメントの方をやっていきたいなと思います。いいのかな。はい、というわけですいません、ミツタロウが女の子に性転換して、利き腕が逆転してという感じになってます。ではスタートーナメントのシングルスですね。まあこれ全部やんなくてもいいかなと思うんですけど、プラネットカップをちょっとおしゃべりしながらやりたいなと思います。お、でっていうからですね。で、実はちょっと触ったんですね。じゃあちょっと動きは分かってるつもりなんで、さすがに十何年ぶりにプレイするんで、どういったあれか分かんなくなっちゃうとやばいんで、撮影する前にマリオにボコられておきました。で、まあサーブめっちゃ強いんですよね、このゲーム。速いし、こうやって力負けとかもするんで、ゲームキューブとかよりも全然リアルなんですよね。で、ちょっとやってたらすっげー楽しくて、普通に楽しみながらやってたんですけど、このスマッシュの威力やばい。これ返せないんだよな。で、相手 AI があれなんですけど、結構相手もこうやってこういうアウトゲームキューブじゃ考えられないですからね。結構相手もダブルフォルトとかしてくれたりするんで、よいしょ。このほら背がちっちゃいからあんなところがスマッシュ叩き込めるっていう、うわ、サーブが強いから返せない。よいしょ、おお、よいしょ、おお、追いつく、よっけー、真ん中、よしよしよし。で、結構ボレーが弱いんで、結構フラットボレーになりますね。ゲームボーイとかゲームキューブとかだと、普通に、ああ、ちょっとこれ前行くの遅かったな。キー！ちょっとサーブ返せなくなっちゃうんで、どうしてもこうなっちゃうんですが、でもこっちのサーブも相手は返せないんで、とりあえず、キープキープになるかなと。ああ、結構ストレート抜かれるな。よいしょ、うっしょ、結構これで無理やりやっていくしかない。うわ、これためキャンセルどうやってやるんだろうな。スライス、こうでスライス、あれアウトになるとチップ&チャージきついんだけど、うん、これ入ってくれればいいんだけど、あれが入っ、これはちゃんとグランドスマッシュで、グランドスマッシュを打つの怖いんですよね。ネット突き刺さることもあるし、そのまんま超えることもあるから、よいしょ、 OK。 グランドスマッシュ結構強気で打っていかないときついっちゃきついですね。クロスに行けば、うわ、入るかなと思ったんですが、よいしょ、これが決まってくんないのがきついですよね。どこでミスるかっていうのを、 OK、 あのグランドスマッシュに行く、どこでネットするかっていうのを結構覚えとかないときつい。よし、ほっ、よし、これちゃんと前に出ながらじゃないと威力が乗らない気がする。ちょっと外から行くと女の子の声が変わる。よし、ほっ、これ何セットなのかな。よし、ちゃんと返して、おいしょ、いいジャンプだ。
ッケーフォール。まあ、こっちの方が見やすいっちゃ見やすいですね。手前画面の方が見やすいですね。ちょっとたまには相手に、おお、そう、ゲームキューブと、ゲームキューブの多分範囲が今アウトだったんじゃね。これ危ねえな。ゲームキューブって結構体から離れても取ってくれるんですけど、ロッキオは体感で言うとこうやって、ゲームキューブだと今のストレート取れるんですね。ロッキオは結構そこがシビアというか範囲が狭いというか、よりこっちの方がリアルですよね。よし、ゲーム&セット、ゲスト。こんなのこう今落とすな。あ、今間違えた間違えた。あのピーチかなんかの時にレッドめっちゃ連打しませんでした、ピーチって。コンピューターが使うと結構トップスピンがきつい。よし。であれが今のやつが星出ないと出ないんですよね。結構これこれスマッシュボールだけど星が出ない。ちょっと分かりにくい。よいしょ、グランドスマッシュ。 OK、 パワー勝ちしてますね。ウィンズさんは水太郎よりも、水太郎のゲームキューブ、ゲームキューブじゃね、あれこれ取れないんだよな、背がちっちゃいから、よりも完全に能力は上位互換というか、もう完全に 全上ですからね。一応パワー、コントロール、スピードはマックスですね。コントロールだけ1で、あと全部10になってるはず。うわ、サーブが返せない。もうサーブ結構勘ですね。もうある程度2択でかけて、もうそれで取ってっていう感じでやってます。よいしょ。これと、これで取りたいな。リターンを、あ、 Z ボタンかなんかで今キャンセルできましたね。よいしょ、危ね。お、あー、アウトか。強気にグランドスマッシュ打ってかないと。あ、え、いや、マジか、やってしまった。よいしょ、ほい、よいしょ。うん、これが結構いいかな。そう、これトップスピンがな、スピンかかってねえんだな。スピンがないからやっぱ飛んでっちゃうんですね。まあ、ああいうアウトの方が見てて気持ちがいい。 OK、 このグランドスマッシュもいいよな。ほっ、よし、あー、面を切りすぎですね。ほっ、よし、うん、 OKOK。 そう、ボレーは AB 同時押しのフラットの方が強い。 OK、すっげえ上に跳ね上がるな。ああ、くそ、サービスエース取られるな。ゲフォルトで一応もう2パートぐらいで終わりにしたいと考えてるんですね。1試合目からもう常に10分ぐらい経過してるんですが、できれば、危なっ、このパート1で、まあ、シングルスを越してパート2で、おー、打つ、ダブルズ編をやろうと思ってるんですね。でも20分ぐらいだったらいいかな。タイブレイク、いや、ここまで苦戦するとは思ってなかった、正直。まだ1回戦だからな。お、よし、タイブレイクは6ポイントの時にチェンジコートになるんだけど、足元落とされる、きついな。あれ3ポイントだっけ、なんか普通は6ポイントだったような気がした。でサーブは2本ずつ、初めだけ1本だけ打って、次から2本交換になるから、ここで交換。うわー、サーブが返せないですね。よし、 OKOKOK。 1個ブレイク取れば基本的にサービスをキープしたい。トップスピンで結構 OKOK、 今のはね、トップスピンで
結構狙えないからきついんだな。こうやってヨッシーが上げてくれれば楽なんですけどね。よし、マッチポイント。危ない、ひー、届かない。前に出るのもきついかな。いやでもここでしっかり一本取って、よいしょ。ふう、ふう、怖い怖い。あ、やられた。一本目を今チキって普通にボレー打ったからダメですね。もうここら辺からトップスピン打つのが怖い。吹っ飛んできそう。よし、ほっ、ああ、一本集中、ふい、オッケー。でここでしっかり決めていきたい。いやー、いいトップスピンだ。あの速度で飛んでいかれたらもう気持ちいい。よし、オッケー。マッチポイントが先が進まないぜ。よし、ちゃんとしっかり返して、オッケー、終わった、終わった。はい、というわけで1回戦でした。と、そう、経験値もらえるんですね。これでレベル上げるといいんですけど、ドンキーコングジュニアか。ワリオ、キャッシー、レーサー、クッパ、俺こっちの声の方が好きなんですけどね。というわけでこれも続きをいきましょう。はい、ほー、ウェイ、あー。でもワリさん足遅いから、よし、オッケー。よし、結構拾ってきたけど、ワリオさんだったら意外といけんじゃない。ほら、リターンエース取れるかによっても結構変わってくるんですけどね。しっかりクロスに打つ、オッケー、スマッシュが。よいしょ。怖いから、下手に溜めると吹っ飛ぶ可能性があるんだな。うん、いいね、ナイスキープです。ただマリオさんサーブ早いんだよな。オッケーオッケー。なんかストレート1本に絞ろうかな、その方がいい気がする。早っ、くそー、そんなにワイコーナーには来ないけど。おお、怖え、早いんだよサーブが。オッケーオッケー。そう、こうやってダブルフォルトがあるので大きいですね。でけえよこれ、よし、ほっ、オッケー、いいね。結構昔セットポイントのマリオの発音が良すぎて、なんかちょっと放送禁止用語みたいな感じのあれになった気がする。よし、よし、オッケー。ヨッシーに手こずったけど、お、ナイス、ナイスダイビング、アクロバティック、菊丸ですね。いや楽しいんだよなこれ、久しぶりにやったけど。オッケー、このスーッとポーチが決まってスマッシュ決めれるっていうのが良い。あ、このトップスピンが高いんですよね。これベビーマリオだとほぼ全部スマッシュ打てるっていう。あ、これミスだな。一本下がってワンバンしてからしっかり打つ、打つで、あー、で今のスマッシュで打つべきだったんですが、よし、オッケー。カメラグランドスマッシュでもあの速度が出るからね、やばいよね。これはしっかり、オッケー、いいね、早いよこんな。楽しい、すげえ楽しいこれ。あ、怖っ、早っ。オッケーオッケー、もうオッケーオッケー、でかいでかいよ、体験もでかいよ。でも俺64の時ってワリオ使ってた気がするんだけどな。ワリオはあのパワーキャラなんですけど、あれが意外とコントロールがあるんですよね。まあ、だからゲームキューブもパワーがあってコントロールのあるデイジー使ってたんですけどとか言ってる間にサービスエース2本取られる俺。よし、あ、今チキった、今チキないで普通にそのままポーチ出ちゃうとかったのに。よし、ほっ、あれー、ちょっとクロスに意識がいってるな。ダブルフォルトでもいいんだよ。よし、オッケー、しっかり。マリオが青い、青マリオ。あ、抜けた、スティックが。オッケー、よく取った、よく取った、ナイスマッシュ。スティックが意外と滑りますね。オッケー、うん、ヨッシー時間かかったけどワリオはそんなかかんなかったから
2試合で15分くらい。いいね。よし、最後、テレサはあんまり好きじゃない。おお、キャッシーですね。ヨッシーの敵を取りに来た。5セットマッチ。いや、そしてこの音楽ですよ。あ、今、超アウトだった。あー、もったいない。まあいいや。アウトだったということにしよう。たまには違う球種も打つ。クロス。ライジンググランドスマッシュみたいなことやったそうだ。これもちゃんと後ろを見て、うん、気をつけて。そんなに速さいらないから、これ、トップスピン入ってくん、あそこトップスピン入ってくんないときついんですけど。よし。うん、これで確実に1ポイント1ポイント取っていきましょう。おう、ノー。よいしょ。そう。これ見てて思ったんですけど、スライスもあれですね、この女の子、両手スライスですよね。俺も一時期両手スライスとか両手ボレーとかやった時期ありましたね。速いんだけどキャッシー、175キロも十分速い。でワイドから来るのやめてほしい。ワイドきつい。よし、モケモケ。ワイドだとサーブ返せねえんだよな。いいよいいよ。よし、オッケー、サーティーオール。で、マリオテニスも、これで、あれですね。3作品目ですね。マリオテニスゲームキューブから始まり、ゲームボーイでキャラを育成して、そのキャラで64のトーナメントを戦う。オッケー、いい流れ。結局よくやったよな。おし、もう、OK、でかいよ。でかいよ、赤いよ、リボンが赤いよ。いいね、いいね。協力的。オッケーオッケー、もう OK ですね。助かった。女の子の踊りちゃんと見せてあげたいな。うわ、キー、これもったんない。ちゃんとクロスに打って、よし、オッケー。意外とこれ星出てても難しいんだよな。よし、いいねいいねいいね。さあ、バンドボレー。オッケーオッケー、いいね。あんまり前行きすぎるとダンクスマッシュみたいになるから、ダンクスマッシュいいんだけど、前に行きすぎると抜けちゃうんだね。よし、ナイスファイト。これアクソスマッシュ強えな。いいよ、もう一丁、もう一本。オッケー、いいですね。キャッシー協力的ですね。いいねいいね。もう一本くれますか。あ、ダメか。よし、取れた。いいね。うん、こっち側の方が見やすい。セックスポイント、セックスポイント。 OK、 あと2ゲームですね。 OK、 あ、女の子の踊り見せるっつってやってね。 OK、 20分ぐらいで終わりたいぜ。ほら、こうなってしまう。ちょっと焦らないように、ここで止まりながら、うん、ゆっくりゆっくり。たまには違う球種。怖え、この上がり方がすげえ怖いんだな。よいしょ、よいしょ、アウト。これがね、何回もいいんですけど、これが入ってくんないときつい。よいしょ、あ、マジで、マジか、入ってくんないか。オッケー。よし、ちょっと一回置いて。レッドか。あらら。あ、ミスかな？危ね。オッケー。ジャンピングスマッシュもちゃんといいな。おーし、あと1ゲーム。決まっていこう。いいね、キャッシー。今なんか取れなかった？くそ、ここはもうしょうがないね。今さ、フォルトの時さ、打ち返したら多分ジュゲムさん普通に取らなかったかな。あそこスマッシュで決まるってかっけえよな。気持ちいい。爽快感がありますよね。また取られた、ほら。ほい。え、審判チャレンジ、チャレンジ。チャレンジシステムなんて採用されてないけど、チャレンジ取ってほしいのかな。あと2ポイント。ほい。あー、くそー、今な、落ちないんじゃないかなって今、若干期待した。あの前行きすぎるとまたさっきみたいに、
ワンバンドしてから打ってくださいって言われてしまう。オッケー、デュース。うん、いいね。いいよ、クロスに打とう。あー、くそ。ストレート抜かれるか。うーわー、やっちまった。ほい、しっかりとスマッシュを打っていく。クロスに。あー、ストレート難しいな。やっぱどうしてもクロスに意識がいってしまう。いいスト、いいストレートだ。あれ、綺麗に飛んでいくんだよな。あの、パープロの昔のレーザービームのごとく飛んでいく。あんまパープロの話題やめようか。でも、ああいう軌道。よいしょ、ゲイ。さあ、ちゃんと、ね、今度ね、手前画面になるんで、意外と見やすくはなるんじゃないかな。おー、届かないか。ほい。あの、64ってコントローラーちょっとちっちゃいっすよね。何が言いたいかっていうと、両手めっちゃ今筋肉痛がすごい。二の腕に力が入ってるみたいで、だんだん痛くなってきた。あそこ取れねえな。キャッシーがダボしてくんなくなった。はい、あと2点。ほい、オッケー、ラストマッチポイント、チャンピオンシップ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 、何言ってるか分かんない。ほい、オッケー、とどめのジャンピングスマッシュ。よし、勝ったぜ。最後だからちょっと見て。女の子踊るかな？うん、踊、おー、いい。かわいいな。はい、161ポイントの経験値を獲得。22分。うん、いいお時間ですね。はい、というわけで、スタートーナメント、なんだっけ、プラネット忘れちゃった。一番最後のやつ、クリアしました。誰？あ、お姉さん。名前忘れた。ケイトさんですね。全然違えな。あ、デイジーとピーチが見てる。あ、一人では重いんだね。なんか親子みたいな感じだよね。ダブルスパートナーだけど。はい、というわけで、マリオテニス64、今回で最終回を迎えたわけなんですが、フォルトの場面出さないでほしいな。これ俺がやってるあれじゃないよな。うん、多分こんな打ち方してないから。いやあれですね、長い死闘も無事終わりまして、無事、今回スタートーナメントの方をクリアすることができました。まあ次回作につきましては、先ほど冒頭でも、申し上げました通り、スタートーナメントのダブル戦をお送りしたいなと思います。茶番はこんな感じでいいですか。はい、じゃあトップに戻って、今回、パート1話ですね、無事に終了しましたんで、よろしければパート2ダブル戦でお会いしましょう。はい、さよなら。